カデミー。さあ今日は20代の時からやってた稼ぐ人になるためのお話をしたいと思います。やってた5つのことをお話します。昔は貪欲に稼いでいい生活をしてと考えた時代があったんですね。今ではそれが身についてたくさん貢献できる源になっている気がします。それではすぐやる5つのこと。1つ、目標を持つ。これですね、目標といっても自分にとっての目標だったり人にとっての目標だったりいろいろあると思いますけど、何でもいいんで自分のやりたいこととか今願っていることとか今やりたいことをまず紙に書くっていうのがこれ絶対条件です。目標とか願いとかいうのは思ってるだけでは達成しないんです。そしてそれに向かって願うだけでも達成しないんです。まずは右手で書いて紙に残す。そして絶対に達成するという気持ちで諦めないで毎日見ることが大事なんです。健康になった、収入が上がった、一軒家を建てるなら一軒家を建てた。実はですね、絶対に願ったものは可能だから達成できるんです。紙に書くことでインプットできるんです。インプットしたら勝手に脳がアウトプットして動いてくれるんですよ。皆さん、これを私は20歳からやってたんで今があります。次、2つ、濃ゆいですね。プラス発想。学歴よりも絶対に経験です。全て今までの経験は無駄じゃないんです。落ち込んで終わってちゃダメですよ。はっちゃんは3回離婚しても落ち込んでないですからね。経験がいい財産に変わります。今までの経験をプラスに考えたら絶対にいい勉強になってくるんです。だからプラス発想を今日からすること。明るく考えて明るいオーラで前向きな言葉を出して決して敵を作らない。好かれる人になることこそプラス発想です。頑張ってみてください。このプラス発想にしては後でお話します。次が勉強熱心。今日から勉強熱心になることは一番大事です。何でもやりなさいと言われるからするとか、ノートに書きなさいと言われたから書くとかいうようになったらいけないんです。自分から仕事に必要な勉強だったり、精神力を鍛える勉強だったり、生きる力を身につける勉強だったり、楽しめる人になることが大事なんです。問題意識を解決するために学び癖。元気がいい時には書けるけど、テンションが悪いと何にも書きたくないっていうようじゃ成功を勉強じゃないんですね。大人になって日記も書けなくなるようになっていく、笑えないようになっていくのはそれだけ年を取ったのではなく、笑えないように疲れ切っているだけなんです。勉強することにワクワクしながら普通の人生で終わって生きたくないと思いながら勉強することが大事です。次が素直に考える。素直な人にしか成功者はいないと言っていいぐらいです。失敗した時に意固地になるか、人のせいにするか、周りのせいにするか、環境のせいにする癖は素直じゃないと言えます。本気で年収を上げて稼ぎたいと思ったら素直になることが大事です。素直な人は何でも勉強になった、何が起こったとしても自分にとって必要だったと思うし、全て勉強って言って変えていく強さがあるんですね。さあさあ最後ですよ。最後に大切なことは人のために動く。自分の利益を考えずに人のために計算なく動ける人、おもてなしの気持ちが強い人になることです。やっぱり人から重要な人やね、必要な人やね、人のためにすごいよねって言われるようになったら締めたものです。人のために動ける人になるしかないですね。それも人が見ているところで、見られてない時の行動が重要です。人が見ている時の動きよりも見られてない時の動きです。ぜひ人のためにおもてなしの心を鍛えて動いてみてください。どうでしたか。今回は濃ゆいですよ。これを私は20歳からやっていってるんです。この20歳からやって父に教えられた時にワクワクして、この5つのことをですね、ワクワクしながら、うわーもう将来はいい人生が来ると思って聞いたのを今でも覚えてます。年収の高い人からこの5つができているっていうのを今どの本を読んでももう私は納得してます。私は父に感謝ですね。ぜひ皆さんやってみてください。またねー。